はい、3時間34分経過してますけども、皆さん、大丈夫でしょうか？はい、もう35分になりました。もう334の時間終わりました。まだまだだね。タイマーを見てなかったようだな。いやー、チャラ男、その、パネ店は来てるのよ、何度も。来たーシュイ！マップも悪くなかったぞ。左側がね、まあ、繋がってないけど、それ以外結構ちゃんと繋がってるから、まあ、右上さえ変な感じにならなければ大丈夫。カードもヒーリング世界。で、岡本さんで、ここで、あー、強心対応とかないのか。イヤホンセット OK。2、3。ハイボ OK。絶対回復。いやー、おにぎりが渋すぎるって。偉人伝サンキュー。満塁キャッチャーし、おあ、じゃあミートこれで。はい、来た。オール100。さあ、あとは宝箱。まあ、偉人伝でしょうね。オーケー。ホーム突にタイドリ。来た。ナイス。オーケー。199以上であればもう偉人伝なんでね。4。オッケー。いやはは。どんまーい。総力回避して。よし、ナイス。あ、これいっちゃおうか。もう100だから偉人伝の確率は高い。 OK。 阿部チャンス。上の項目早めに終わらせたいね。やばい、守備出ちゃう。ナイス。いぶしチャンビ。オッケーオッケーオッケー。これいこうか。守備が引けたからね。ナイス。流し初球。パワーが出るね。よし、いいよ。いやー、パワー超人伝出ちゃうな。でも、可能性としては。ナイス！悪球パワー引きた。ナイスパワー。それはうまい。それ最高の流れ。で、偉人伝。オッケー。満塁取るし。よし。来た。よし！ナイス！内野安打、バント。ラッキー！野球超人伝か。残念。サークル！
野球超人だ。キャーハー、神った。いやー、また野球超人伝か。まだあるよ。よし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 。ムード、回復。よし、来た。これはもう、100だから、出るでしょう。いやー、また出たか、野球超人伝。頼む。パワー回避。よし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 。カット打ち、タイエース。回避。いや、ナイス。盗塁 B、怪我。頼む。いじね。よし。早急回復。変わるか。くっそー。ヒーリング頑張れ。いやー、頑張れないか。くっそー。ヒーリングが耐えらんなかったー。うわー、これゴールまでも遠いわ。何それ。1,2,3,4,5,6,7。総力アップ。うわー、ヒーリングすらも動かん。で、次世界なんだよね。バンガードお願い。バンガードお願い。いないか。しかもゴールのところじゃな。しかも A で飛んでも何もできねえよな。待って。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。よし、ヒーリングが動いたから、これで最悪、偉人伝を、引きに行こう。よし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 。ヘスラ対ドリビー。で、帰りにヴァンガードが来てくれる、お願いしよう。赤鬼がないからシャクルしてもいいか。頼む。アレフトかー。広角だから関係ないんだよな。え、ヒーリングが動かんな。レーザービーム関係ない。カット打ち、早急か。早急選球眼だな。え、逃げる？逃げる。マジかよ。くっそこれ補給も上げんのきついな。あー、ワンチャン補給上げて宝箱取って肩下げでとか。なんかな、何下げるかだよね。1,2,3,4だから。うわ、肩以外オール100ないわ。1,2,3,1,2,3,4で無理だ。総力マイナス3。ワンチャン。いやでも無理だよな。回復5したところで。逆だった。今こっちだったら勝ったのに。いやー、くっそー。999チャレンジ、申し訳ない。頑張った。まだ4時間しかやってないからね。罰ゲームね。畜生。いやー、ヴァンガード惜しかったなー。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割9分8厘。まさかのバース超え。素晴らしい成績、ありがとうございます。そして、217安打。こちらも最多安打のタイトル、かつ日本記録。そして、45本でホームラン王。さらに、149打点で打点王。見事三冠王達成。塁打数もさ、410と化け物。得点圏打率4割1分1厘とさらに化け物。今回のね、クイローくん、えぐいです。成績がやばい。能力通りの大活躍。三振数も59と少なく、1割8厘の三振率。フォアボールは112と、敬遠されまくったのかな。で、
さらに驚くべきは41盗塁ということで、残念ながら盗塁王は取れなかったんですが、9割3分2厘の成功率、3割9分8厘、45本41盗塁と、あと少しでトリプル4を達成するところでした。クイロー君、本当に化け物だった。ということで、22試合連続安打の、猛打賞は23回。あ、これは負けてるね。で、対左が3割9分6厘。対右3割9分9厘と。うん、得意不得意は特にね、右左はなかったのかなと思います。長打率7割5分2厘。出塁率5割。OPS1.252 と、今回のクイロー君、本当に化け物でした。今回はキャッチャーだったので、守備編も確認しておくと、エラー2つしてしまってるのはもったいないんですが、盗塁企画数フル出場して83は少ない。今回クイロー君取ったタイトルは、新人王ベスト9ゴールデングラブ賞 MVP 打撃3冠最多安打最高出塁の合計9個でした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。